ペットとして人気の小型の水生カメ。その生態に合わせた水槽を作りました。今回はできた水槽の管理方法をペットボックス沖縄ビアンコのカメ大好き浅野さんに教えてもらいます。カメの水の交換と管理方法の説明いたします。まず最初に水を交換する際に、こちらのフィルターを切っていきます。こちらフィルターつけたままにしておきますと汚れがフィルターに吸われてしまいますので、このマットがちょっと汚れてしまう。ライトを使っていますので、どうしてもガラスの壁面に苔がつきやすいので、こちらをこういったメラミンスポンジで落としていきます。カメはそのまま中に入れたままでも大丈夫です。頻度としては1週間に1回が最低でもなんですけど、もしちょっと汚れが気になる場合はその時掃除していただければ。次にそしたら水を抜いていきます。水を抜く際はこういったバケツ、もしくはこのこういった水を抜くためのホースを使っていきます。入れてってあげてください。下の方からゴミを取ってもらうんですけど、あんまりこう取りすぎちゃうと石も一緒に吸い込んでしまいますので、ちょっと石の上側を吸ってあげることをおすすめします。抜く水はだいたい3分の1から2分の1なので、もし汚れがひどい時は半分とか抜いてもらって大丈夫です。入れる際はライトには被らないようにした方がいいのと、もしライトが当たりそうでしたら一回外して使ってもらって大丈夫です。こういった感じで慎重にやった方がカメ自身も驚くことなく入れることができます。水を入れる際も抜く際もそうなんですけど、カメ自身がやっぱり警戒しちゃう恐れがありますので、やっぱり水を抜く際はカメがいないところから抜いてあげる、水を入れる際は手を添えてあげて、カメを驚かせないようにゆっくり水を入れてあげることをおすすめします。1950年あたりにミドリガメっていうのがペットとして輸入されてきて、ミシシッピアカミミガメだったりとかクサガメっていうのがこう人気になってきて、増えすぎた影響もあって在来のカメとかが発見しづらくなったっていうのはあるかもしれない。特定外来生物っていうのに認識されちゃいまして、お店で販売だったりとか外に逃がすっていうのがちょっと禁止されてる状態になっていますね。他のカメでも逃がすことによって在来の魚だったりとかエビだったりとか、そういったのがちょっと食べられちゃう恐れがあって危険視して、やっぱ販売禁止とか外来生物だから飼育もダメってなっちゃうと、やっぱり飼いたいと思っても飼えなくなっちゃうので、やっぱ外に逃がすっていうのはダメなので、やっぱ飼ったら最後まで責任持って飼育しないといけないです。カメは意外と長生きします。飼いきれなくなったからといって池や川などに無責任に放してしまうと、もともといた生き物たちにも迷惑をかけてしまいます。そんな残念な歴史を繰り返さないように、家族として迎えた以上は最後まで責任を持って飼いましょうね。